こんにちは、みなみです。はい、今回は Vlog TikTok シャープ19です。はい、19です。次で20です。さて、今回はどこの木に当たるでしょうか。ダーツをやっていきます。いきます。はい、ぽい。はい、見ないよ。せーの。兵庫県に当たりました。イエーイ。ヒカルさんの出身地。そうなんだ。そう、兵庫県。じゃあちょっとまた日にちを改めていろいろ下準備とかしてから兵庫県に行きたいと思います。行きます。今回は私とパパで行くんですけども、そうね、はい、ぜひ最後まで見ていてください。じゃあお留守番よろしくね。任せてください。それではスタート。Vlog TikTok 1日目の朝です。今静岡に来てて、今回は新幹線で兵庫県に向かいたいと思います。なので静岡から新神戸駅まで行ってっていう感じです。はい、そこでまたレンタカー借りて移動しましょう。はい、はい、じゃあ新幹線の旅が2時間弱ぐらいかなあるので、久々だね。まだこれじゃないので待ちます。この次です。はい、はーい。神戸に着きました。晴れてますですが、まだ朝なのでめちゃくちゃ寒いです。今からレンタカーを借りてまず一つ目の場所に向かいます。で、昨日ちょうど TikTok 見たら兵庫県で行ってほしいところみたいなファンの子のおすすめ流れてきて、ちょっと保存してあるのでまた後で見ようかなと思ってます。じゃあ車を借ります。はい、今レンタカーを借りて淡路島に向かってます。そして明石海峡大橋を渡っております。またでかい。うわ、やば、めっちゃ綺麗。前もすごい。世界最大級の柱。え、これすごくない？え、これやばい。で、渡り切ったところに道の駅があるのでそこに行きたいと思います。それじゃあまた後で。おお、めっちゃ綺麗。はい、道の駅淡路に着きました。すごいですよ。かっ、ということで、じゃあちょっとおしゃれ写真撮影です。チーズ。はい、島の味噌汁とタコの刺身と玉ねぎの天ぷら、はい、頼みました。玉ねぎが有名なんですね。そうらしいです。いただきます。はい、うん、うまっ。玉ねぎ、メーネが食べれないのか。そう、あとタイちゃん。うん、めっちゃ美味しいから。いただきます。うん、美味しい。いただきます。めっちゃ美味しい。なんかシャキシャキした食感。はい、じゃあ今日の朝食はこちらとなりました。美味しいです。召し上がれ。はい、ごちそうさまでした。はい、次の場所に向かいます。早速。さらばじゃん。さらば、一瞬だったの。好きそう。ちょっと動画にも収められたんでよかったです。じゃあ次の場所にレッツゴー。グー。ハロースマイル。ね、11時からですね。で、今10時なんですよ。はい、今10時です。ちょっと外だけ、ね、見に来ようと思って。はい、中とかもすごい可愛いね。はい、こんな感じ。チーズ。結構でかいね。でかいね。こっちにもずっと続いてて、うん、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、はい、こんな時間あるとき行きましょう。はい、
はい、ここは渦の丘大鳴門町今日記念館に、はい、あです。ここに玉ねぎオブジェがあるらしくて、あちこちに玉ねぎがあります。そう、この車も玉ねぎ乗っかってる。あ、ただ玉ねぎテーブルです。玉ねぎパークみたいなところに玉ねぎのでっかいオブジェがあるので見に行こうと思ってます。はい。なんかさっき言った大橋が反対側来ました。反対側。この橋がね、すずめの戸締まりっていう映画、これの舞台として出てたんですよ。へえー。それさっき知ったんでしょ。さっき知った。なんかあの駅にすずめの戸締まりがあって、それで調べたらあそこだった。わ、ここはここで。はい。あそこにあるの？玉ねぎが。めっちゃ玉ねぎ。見たんですけど。はい、チーズ。じゃあオブジェ写真を撮りますか、 TikTok でも。今ちょっとお客さんいるので、うん、はい、順番待ちです。はい、玉ねぎをつきました。わあ。おったまげって書いてある。おったまげ、そう、おったまげたことだよね、大きくハッシュタグ、ハッシュタグおったまげ。はい、じゃあ TikTok いきます。はい、めっちゃテカってる。素晴らしいです。素晴らしい。写真いきますか。はい、はい、チーズ。この裏もすごいですよ、みずみさん。すごい。絶景で。やば、え、すごい光ってる。なんか玉ねぎの天狗もあるし。あ、やってみよう、じゃあ。やってみよう。パパ撮るわ。全力で撮るわ。撮れるのかな、玉ねぎって。塩玉だって。でっか、でっか、玉ねぎでかくね。まあびっくりするよ。しかもなんか塩カレーで育った。あ、でも甘い。しょっぱいって、あ、しょっぱいって思ったって言ってるか。あー、ところがどっこい。そうだよね、玉ねぎしょっぱかったら、うん、甘いらしい。甘い玉ねぎいいよね。いや、ちょっと話しかけてください。ありがとうございます。ドラクエンで6回やるけど取れる気がしない。よし、いいかな。おお、一発だ。おお、でも一発。素晴らしい。らしいですね。惜しい。これはいいんですか。はい、あ、無理かも。あ、終わり。でも2つ2個でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。1個の玉ねぎで 1.2キロのものと交換してる、なので私は玉ねぎ2個取れたんで合わせて 2.4 キロ500円でゲットしました。すごーい。結構あります。結構あるね、はい、これで料理企画ができますね。そうですね、これを使ってたくさん作れますね。作れますね、はい、そしてこのバッグがすごいんですけど、やばい。癖が強い。あちらこちらに玉ねぎでした。ということで、じゃあ次の場所に向かいます。玉ねぎオブジェでした。バイバイ。はい、はい、玉ねぎオブジェを見に行って、外になんか食べ物が売ってて、じゃん、レモンスカッシュか。よく混ぜないといけないらしいので混ぜて食べたいと思います。あとオニオンリング、でかっ、これです。
そう、さっきね、いっぱい売ってた。じゃあ次の場所に向かいます。はい、淡路オブジェあった。はい、大きく淡路って書いてある。結構調べたらここの写真がいっぱい出てて、わぁ、ちょっと曇ってきちゃったんですよ。そうなんです、曇って、しかも風も強いんです。海ですね。綺麗。はい、ということで今行ったところがなんか中がねすごい食べ物とかも行ってるとこなんですけど、今改装中でやってなかったです。やってなかったので、もう次の場所にね向かいたいと思います。次はクレヨンしんちゃんに会いに行きます。じゃあお楽しみに。寒すぎる、はい、ということで次はここアニメパーク人間の森に着きました。前ね、ヒカラさんも来ていた場所なんですけど、はい、ドラクエとか、あ、さっき言ったクレヨンしんちゃんとかゴジラとか、あとアスレチックできてるとか、スライムだ、スライムでやっぱ、はい、チーズ。あれ、ああいうの、これはドラクエのグッズ売り場ですね。だ、おお、でっか、え、でっか、え、結構リアル。私 ゴジラの映画とか見たことないんですけど、こんな感じなんだ。ただ煙出てきてる、強っ。えい、チーズ。秋田犬さんと行くわしました。こんにちは、こんにちは。そしてあ、いた、しんちゃんもいました。白もいます。白もいる、白困ってるけど、白困っとるやん。どうした、お風呂入ってる、お風呂入っとる。あらあら、気持ちよさそうにしんちゃんが。白も変わってる。え？白も変わってる。ひな。ひま。ない。しんちゃん、踊ってますね。白とじゃあ怒ってます。野原美咲さん。お花。あ、待って、しんちゃんのお尻なんか入ってる。あら。しんちゃん。あららららら。これ後ろから撮らないとわかんない。そうだね。ヘイボーちゃん。二頭身です、これ。ちっちゃいね。かわいいね。ブルブルザイも。ブルブルザイ。あら。困ってる。困ってる。どうした？どうして困ってる？なんか困ってる。昔のしんちゃん。なんだこれ。シャンプー。え、なんだ。これは暇抱っこしてる。で、これはなんか、なんかね、ブリブリザイムと、チャリンコ乗ってる。マジ届いてないけど。これほら、YouTube のスタバ幼稚園。スタバ幼稚園。ほんとだ。スタバって書いてある。コスプレ用。更衣室なんだって。はい、ここアスレチックがあるみたいで、なんかそのしんちゃんとか喋ってます。ね。そう。でもちょっとね、今回は。ちょっと時間がないの、ね。そう、時間がないのでできないんですけど。みのみさん好きそうじゃん。そう。ちょっとルイカとか行ったけど、これは楽しそう。うん、これは絶対楽しい。ちょっとしんちゃんショップ行ってみようか。はい。しんちゃんの別のショップに来たんですけど、めっちゃ可愛い。しんちゃんまみれ。ブランコっていうか。ここは。
かわいい。なんかいろいろかぶってるしんちゃん。あ、これねねちゃんの水道欲しい。それで耳にドスンドスンドスンってやるの。じゃあ少し買い物しましょうか。はい、これが食べたくて。道を消されてるけどな。そう、延長ねねちゃんどうなって。なんか目もついてるの。サングラスとかまで。食べたかったんだけど今ないみたいで、うん、こっち頼みました。はい、うん、okay。 こんな感じでしたね。こんな感じでした。しんちゃん好きにはおすすめ。おすすめ。じゃあ食べて食べて次向かいましょう。ホテルに来ました。そしてホテルの景色がやばい。お部屋紹介します。まずこんなところに長い2人なんですけども5人座れる机があってテレビが2個あるの。すごくない？でこっちじゃーん。ここの景色がやばいです。見てー超海で、なんだ大きいクローゼットがある。もうでかい。こっちが寝室です。ここにもまた長い鏡があるのでメイクがしやすいですね。えい、こちらがお風呂です。広いねこれ。あれトイレ2個なの？今トイレあったよね。トイレ2個ある。トイレ2個あるんだけど初めて見た。神戸みなと温泉だって。またまたパパの大好きな温泉です。ここも景色がめっちゃいい。じゃーん。でこっちシャワーって感じですね。ちょっとベランダ出てみよう。ほらー、なんかウェディングドレス着て撮影してる方いるんですけど最高じゃん。こんな背景になんか船あるし、でっかい。お部屋紹介でした。 TikTok 撮ってます。しんちゃんとこで撮るの忘れちゃったやんか。めっちゃ綺麗だね。めっちゃ綺麗。ちょうど今夕日が沈む頃。夕日ライトやん。はい、今ホテルちょっと一休みしてハーバーランドに来ました。ここはファンの方が兵庫県に来たら行ってほしい場所みたいな感じであげてくれてて、夜景が綺麗みたいな。すでに綺麗。うん、すでに綺麗なので来てみました。ありがとうございます。見てめっちゃ綺麗だね。やば、滑ってるみんな。いいね、みんな滑っております。あ、観覧車だ。観覧車ある。めっちゃ綺麗、あそこのホテルも。本当だ。観覧車です。なんかハート描いてある。カップルがいるやつ。そうなの？なんかあとあっちアンパンマン。あ、本当だ。じゃあここで撮るか。はい、チーズ。TikTok どうしますんですか？あっちの方で。さっき。なんか全部映るようなとこで撮ります。いいよ。夕食です。お腹ペコペコです。行きます。じゃん。カニでーす。あ、レモン入ってる。すき焼き。すき焼き。美味しそう。今焼いてます。あとはなんか自分の好きなものをよそってきました。じゃん。バラバラ。バラバラ。はい。じゃあ。ちょっとこじくってね。すみません。
食べます。いただきます。うん、美味しい。ママがね、カニ大好き。そうなんだよ。美味しくいただきます。パパが割ってくれるらしい。はい、マグロをさばくらしい。あれじゃん。本日は富山湾黒部港で水揚げされました15キロ本マグロでございます。あんまり技術的なものは求めないようによろしくお願いいたしますね。高速で泳いでいる最中に口の中に飛び込んできた餌をキャッチするだけのものです。これがお腹の身になります。でこちらのお腹の身の下の三角の部分、こちらの三角の部分がこのマグロが持っている。初めて見てるじゃん、マグロ。すごいです。すごい。こちらうちなんかプリプリした、うん、あ、もう食べれるよ、もう食べれる。いただきましょう。いただきます。ごちそうさまでした。ご飯いっぱい食べてお部屋に戻ってきました。で今からね、もうお風呂に入って寝たいと思います。明日は雪が降るのかな、雨なのかなっていう感じです。あいにくの天気なんですが、もしかしたら晴れてるかもしれない。じゃあお風呂入って寝ます。おやすみなさーい。はい、2日目の朝です。今から朝食です。はい、行ってきます。ビュッフェですよ。はい、ビュッフェです。Let's go. はい、ありがとうございます。ビュッフェ、よそってきました。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。召し上がれ。はい、ごちそうさまでした。今から支度するんですけどね、天気が悪いので別の企画をやろうかなと思って、ホテルの GRWM をしたいと思います。で、多分この動画より先にそのホテルの GRWM 上がってると思うので、ぜひまだ見てない方は見てください。はい、ホテル出てきました。今から姫路に向かうんですけど、そこでね、ずっと行きたかった場所があるので、着いてからのお楽しみです。パパも楽しみにしてます。はい、じゃあ向かっていきます。どこに来たかと言いますと、ひかるさんがね、もう結構前から YouTube とかね、動画で来ている弁天屋さんっていうラーメン屋さんに来ました。何回か動画にね、出ていて、パパと来たいって言ってたんで、はい、来ました。来ました。早速入ってみましょう。入ってきまーす。大将いるかな？いるかな？はい、ここいつもって、ヒカルさんの座ってる場所です。私は旨味ソース。これと飲んで、ここは辛うま、だんだん辛さが増していくので、下に行くやつ楽しみですね。楽しみです。じゃーん、きまさん、美味しそう。パパも赤いやつ、細めです。細め好きなんですね。そう、細めが好き。違います。いただきます。もう匂いがいい。味噌ラーメン結構食べてたけど、うん、一番味噌って感じ。あ、そうなんだ、うん、うまっ。うまそうに食べるな。マジうまい。はい、パパも食べます。うん、おいしくいただきます。ごちそうさまでした。全部食べれました。うまっぱい。今ね、ヒカルさんに撮った写真を送りました。ヒカルさんの動画調べたら出てくると思います。弁天屋さん美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、今姫路駅に着きました。雨が降っております。雪が山梨もう結構積もってて、道止まっちゃった。やばいっす。高速が止まっちゃいました。はい、新幹線は大丈夫なんで、静岡まで行くんですけど、そっからが問題ですね。止まったぞ。お土産を買って。はい。
じゃあお土産買ってきます。姫路から新幹線乗りました。新幹線はね動いてて良かったです。ここから静岡もだっていう感じです。はい、ということで兵庫県ありがとうございました。帰ってお土産紹介をしたいと思います。はい、ということで、あれから雪で山梨に帰れず別日でございます。あの、思った以上に雪がね、降ったんだよね。私と兵庫県から静岡まで新幹線が通って、そこは帰れたんですよ。だけど静岡から山梨の高速道路がもう全部塞がってて、山梨どっからも入れなくなったんですよ。通行止めが解除されるまで静岡ね、ホテルに泊まってて、そう、まあ結構災難だったんですけど、無事今日の朝8時9時とかにはここにお家に着きましたね。それで今お昼なんですけども、エクステ撮りました。急ですが、はい、ということでお土産紹介しまーす。ねえ、飲まれまーす。はい、じゃーん、ねえねの苦手な玉ねぎです。でもこれマジうまい。でもこの玉ねぎかどうかわかんないんだけど、玉ねぎの味噌汁をまず飲んで、最初にその後に玉ねぎの揚げ物みたいな、めっちゃ甘いの。あの玉ねぎのさ、ちょっとなんか嫌な感じあるじゃん、あれマジないよ。でしかもこれね、玉ねぎの UFO キャッチャーがあってね、なんと 2.4 キロの玉ねぎを500円で獲得しました。しかもこれめっちゃいい玉ねぎだよ。マジで一回これは食べてみた方がいいと思う。多分いつも食べてる玉ねぎと違うと思うから。はい、じゃあ玉ねぎ料理よろしくお願いします。はい、でですよ、じゃん、ここは人間の森っていうね、しんちゃんとかゴジラとかドラクエとかナルトとか、なんかそういうパークみたいな、遊ぶとこみたいな。じゃん、かわいいっしょ。かわいい、しんちゃんの人形と、じゃん、これ私が欲しくて買ったねねちゃんのうさぎの人形です。で、こちら白です。かわいい、しんちゃんと白買いました。かわいいよね。あとは私がこれ欲しくて買ったんですけど、なんかよくあるこういう集めるやつ、何種類かあってこう何が出るかわからないしんちゃんのフィギュアですね。でこれ種類が何個かあってこれ買ったんです。私はこの昼寝のやつ欲しい。じゃあ行きましょう。あ、出た出た、見てかわいい。これすごいメッセージカードだって。だから何時に起こしてほしいみたいな、そう、ここに置いとくみたいな、部屋に。で、これもちょっと出かけてくるみたいな、玄関に置いとけば分かるね。やっと、アイちゃん欲しいの、アイちゃん。え、アイちゃん可愛いよね、それ。あの、次はこれ、待って、双葉幼稚園の方を開けます。私、アイちゃんが欲しくて買ったんですけど。私もアイちゃん、せーの、じゃーん、アイちゃん、すごい、欲しかったら両方出たんだけど、すごい。しん様、しん様です。こうやって入れるんだけど、すごい、これ額縁にこうやって写真を入れるし、私が切らない方がいい、こんなクオリティ高いんだ。またこれ欲しくなっちゃった。で、あとなんかパパがこれ部屋になんかどっか置けばって言って、なんかあのワッペン、あー、服とかね、なんかそういうのに貼れるやつなんですけど、ちょっと M でしんちゃんいたので買ってみました。ということで次は兵庫の駅で買ったものです。嬉しそうな顔してます。じゃん、神戸ドーナツ、じゃん。これはラスクです。これね、なんかおしゃれだったから買った。で、次みんな大好き、せーの、サラミ、ジャーキーみたいな感じのやつですね。パパが見つけて、神戸牛のサラミらしい。絶対美味しいよね。美味しい。ということでお土産は以上です。で、聞いて、玉ねぎのクレーンゲームをしようと思ったら、めちゃくちゃ可愛いギャルが話しかけてくれたんですよ。すごいね、可愛かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回は兵庫県の旅でした。今回はあのファンの方が作ってくれた兵庫県に来たら行ってほしいところみたいな参考にさせていただいたので、本当にありがたかったです。ありがとうございました。前日の夜中に見たの、その TikTok。 はい、じゃあ次も楽しみに。せーの、最後まで見てくれてありがとうございます。それではバイバイ。
rock, cross the dance floor. We gotta move, where did the time go? Lost in space, so superhero vibes, yo. Put your legs up, if you wanna go. Close your eyes now, and chase the sun. We gotta move, follow the tempo. Gotta take it ice, gotta let it roll. Gotta take it ice, we gotta let it roll.